思議な景観が広がっておりますが、はい、山口県美祢市、ね、秋吉台に来ております。こんな場所があったなんて、ね、今日はねここから、はい、ちょっと歴史あるね温泉地へとぼとぼと行きますよ。とぼとぼ行くんですか、ね、なんだったらこう飛んでっていいですよ。あのこれこれでもうあれ以来鳥取行ってからこういうところ行くと飛びたくなってる、ね、俺危ない人みたいな。もういつもあれ背負ってたいなと思ってさ。大人旅歩き旅、今回は神秘の大絶景と美肌の湯、秋吉台から長門湯本へ秋の山口の旅。いやいやいや、きれいきれい、はあ、大自然が長い年月をかけて作った絶景、日本屈指の鍾乳洞へ。きれい。絶世の美女楊貴妃が愛した温泉、そしてもうごぼうの香りがね、すごい。山口のうまいもんが続々。テッサですか。もう冬の季節だね。切り伏したいぐらい欲しいね俺。大自然と名湯、ここにしかない絶景と美食を求めて、大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、秋の山口の旅、新しい出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、秋の山口の旅。大阪から山口へは新大阪から山陽新幹線でお出かけください。まずは山口の大自然を感じられる観光名所から。山口県の中央部に広がる秋吉台は日本最大級のカルスト台地。見渡す限りの草原に白い石灰岩が顔を出す不思議な光景が。中でもその自然の造形美を間近に楽しめる絶景ポイントへ。いい天気だね。目に優しい感じがします ね、 ね、あの辺もずっとさ、はい、歩道があるってことは歩けるんだね。そうですね、すごい距離があるよ。あっちもあれ どう繋がってるんでしょう。どう繋がってんだろうね。あなんか地獄台、あんなとこから行くの。え、あなんとなく獣道みたい。いやすごいこの先に景色がさ、はい、あるらしいけどさ、もう人を寄せつけない。言いますよ。うわなんか粉、悪いもんがいそうだな。何の粉。いやいやいや、これ手を切るよ。これ切りますね。こうマイコちゃん、もうちょっとね当たっちゃった指。怖い。いやほほほほほほほ、いやいやいや、あ、きれいきれい、はあはあはあ、すごい。こあ近くに寄ってこれるんです、この岩の。そうだね。わすごいねこれ。うわなんかあこれは危険。はい、手がなんか切れそう。すごい乾燥してますねこの石。お前まず何のための何だからなんだよみたいな。それはそれだけ平平な指を切るわけにいかないからさ。無数の岩はかつてのサンゴ礁、遠い南の海で生まれ3億5000万年という長い年月をかけ移動し隆起して現れたと言われています。うん、もう 手つかずの自然だねこれ。はい、なんかこの景色が地獄やったら地獄も悪くないですよね。おこれ地獄に、地獄にバッタがいるよ。地獄にバッタが。本当嫌です、そのすぐ虫捕まえる人。地獄にバッタがいるよ。続いて秋吉台の地下に眠る巨大鍾乳洞へ。秋吉洞入り口、学校の教科書に出てくるよね。学校の教科書に。うん、秋吉洞勉強してなかったんでしょうね私。勉強してなかったの。はい、1個も覚えてないです。あ、そう、はい、アンモナイトが本当だ。切れてきたの。そう、木彫りっぽいですね。すごいね。うわ、なんか懐かしいショーウィンドウだねこれ。ザルゴボウ、ゴボウ麺。
ごぼうが名産なんですか。ごぼう、ごぼうがいっぱい。おすすめ。ナルトと。気になるのでちょっと寄り道、名産の水戸ごぼうを使ったごぼう麺をいただくことに。お待たせいたしました。はい、早いですね。ごぼう麺でございます。たっぷりごぼう。はい、どうぞ。いい香りがする。前から失礼いたします。麺の中にごぼうが練り込まれておりまして、トッピングもごぼうの唐揚げ。いい香り。これごぼうがごぼっと入ってるって一応言わせていただきました。いただきました。こんな入ってごぼうと、この香ばしい香りが、あ、本当だ。太麺の茶色いね、練り込まれてるんですね、ごぼうが。はい、うん、うまい、うまい。もうごぼうの香りがね、すごい。この土の香りがおいしい。もうお出汁もから何から、うんうん、ごぼうの、そうですね、ごぼう一色でやってます。ごぼう好きにはたまんないですね、これ、うん、このスープの中で泳ぎたいわ。ありがとうございます。いつもはね、酒のお風呂に入りたいなって、それを飲みながらあの入りたいなと思うんですけど、このスープお風呂に入ってね、飲みながら酒声で、うん、美味しい。ありがとうございます。いよいよ日本最大級の鍾乳洞、秋吉洞へ。いやでも水の音が、あの京都の木舟に来た感じのなんか涼しげな、はい、わ、すごい、すごいね、中が真っ暗、真っ暗、わ、広い、なんかさ、はい、落っこってきそうだけど大丈夫。本当ですね。おい、奥まで、奥まで、総延長は10キロ以上という巨大鍾乳洞。およそ1キロある観光コースにはあちこちに見どころが。鍾乳洞ってめっちゃワクワクしますね。ねえ、うわあ、こっちすごいですよ。おお、すごいね。綺麗。面白いよね、このプールみたいに。ねえ、だん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 になるって。流れ出る水の石灰分が波紋の形に固まり、多くの皿を並べたような姿から百枚皿と名付けられました。しかしどうしてさ、ここだけ盛り上がるのか。そうですね、ね、行き止まって普通だったら平らになってさ、はい、石灰で流れ込んで。そして秋吉洞の一番の見どころが。おお、わ、すごい。これはすごいね。柱。わあ。黄金柱。高さ15メートル、幅4メートル。秋吉洞のシンボル的存在、黄金柱。岩天井から流れ出た水が壁を伝い、長い時をかけて作り上げた自然の造形物。今は水が流れ出ていないので、成長は止まっているそうです。なんでこれくっつかなかったの、ね、もうちょっとだったのに。なんで水止まっちゃったのかね。ねえ、なんかこれ、めっちゃ俺の背負ってるリュックみたいな形。あ、そうそう、本当ですね。これ、あ、ちょうど同じ色と形と。秋吉台の近くには神秘的な美しさの名水が。うわ、どこ行っても水きれいだな、本当。ねえ、本当にこんななんか。どこ、これ、これ。はい、あー、すごい。本当だね。きれい。うわー。エメラルドグリーン。おお。これ湧き水だよね。きれい。ブルーに透き通った水が神秘的な美しさを放つ別府弁天池。毎分11トンもの水が湧き出し、日本名水百選にも選定されています。あそこに彫像があるから、ここの水なのじゃないですか。冷たそう。なんかうわ、冷たい、冷たい、はい、冷たい、うん、冷たい、うん、本当だ、無味無臭だね、うん、でも美味しい気がする。なんか重くもない。はい。
続いて山口県で最古の歴史を持つ温泉街、長戸湯本温泉へ。すごい綺麗にしてるね。ねえ、整備したんですかね。そうだね、結構最近っぽいですね。しかし温泉街って本当に川が、はい、川のほとりに立ってるよね。そうですね、山があって川があって、有馬温泉も、ね、そうですね、かかりますもんね。どこも結構ねライトアップしたり綺麗にしてますよね、うん、なんだこれ、何の施設、おしゃれな、なんか書いてある。本当だ、立ち寄りよ。そうね、ここ600年前、うーん、山口県最古の温泉。訪れ川を中心に広がる長戸湯本温泉。2020年に温泉街が新しく生まれ変わりました。川のほとりに立つ立ち寄り湯御塔は長戸湯本の原点。およそ600年前、住吉大明神のお告げによって発見された真珠の湯として伝えられています。あそこ何、同じ建物だよ ね。そうですね。こんにちは。こんにちは。何屋さんですか？温湯食っていうレストランなんですけど。レストラン、何を売られてる？温泉上がりにちょっと召し上がっていただきたいお料理を中心にご用意していて、長州鶏だったりお豆腐とか地元のお野菜を中心に。長戸名産の長州鶏や黒かしわを使った料理をテイクアウトでも楽しめるレストラン。地元で人気のクラフトビールとおすすめ料理をテイクアウト。あとこちらがポテトとフリットとフライドチキンです。ありがとうございます。フライドチキン、メープルシロップが添えてありますので、はい、お好みでかけてお召し上がりかけます、はい、あとよろしかったら川床っていう川沿いにですね、皆さんフリーで使えるスペースがあるので、ベンチが、はい、置いてあるところ。行きましょうか。行こうか。これ楽しいね、子供楽しいね、はい、もう夏は絶対こう、もう足つけるね、はい、ここはいいんだよね、使っても。こっちはいいんじゃないですか、きっと。すごいねこれ作ったんだね。ねえ、桟敷席だ。特等席じゃないですか。京都の川床川床のねえバージョンで、だいぶリーズナブルに楽しめますよ、ね、フリーで使えるって。乾杯します。どうも。なんかさ、いい香り。何の香り？コリアンダーとオレンジピールとこのオレンジの香りがいいですよ。おお、でかっ。あては長州鶏のフライドチキンに黒かしわのフリット。お芋もめっちゃ美味しそうですよ。うん、あく、うん、美味しい。サックサクです。最上級チキンナゲットって感じです。あこれはもう子供のおやつだね、うん、大人もちょっとお風呂入っておやつ代わりに、うん、うわー美味しそう。でっかいチキンだね。ね、あ、いい香り。この衣さ、はい、なんでこんなサクサクなんだろう。で、中の肉がふわふわだね、うん、うん、何、鶏の唐揚げにメープルシロップかけるの。うん、甘じょっぱい、美味しい。まあね、いろんな食べ方あっていいよね、うん、絶対圧倒的にチキンにメープルシロップの方が美味しいと思います。お風呂上がりには涼めていいよね、うん、ちょっと、うんうん、これはもう確実にさ、うん、恋人同士の、そうですね。川のほとりを歩いていると、他にもお仲間が。こんにちは、すいません。それもしかしたらビールですか。はい、どこで買ったんですか。ここで、あ、上で。商店みたいなところで、クラフトビールの生が。めっちゃいい。足湯、足湯と、テイユ。テイユ、初めて聞いた、テイユ。テイユもこっちが手で、こっちが足。え、こっち暑いの。ぬるい、いい感じの。ちょっと本当だ、お風呂だとちょっとぬるいかなってね、一緒に飲みたいけど。
一緒に飲みたいけど。いや、それ何杯目ですか？これはもう朝9時から飲んで。バスから飲んで。バスから飲んで。俺と一緒じゃん。なんか気が合いそうだね。そうですね。いい出会いがありましたね。ごめんなさいね。すみません。お邪魔しました。いいね、なんかね。いい旅。あら。あ、おしゃれ。星野リゾートのお宿ですか？ね、そうだね。もう作りがまさに。あ、そうですね。あれ。あ。なんか売ってはるよ。売ってる。これ何を？どら焼き。ど、星野リゾートの温泉旅館界長門に併設されたあけぼのカフェ。温泉街をそぞろ歩きしながら楽しめるどら焼きのお店です。夏みかんってゆず吉って何ですか？ゆず吉は山口オリジナルの柑橘、長門ゆず吉といいまして、すだちやかぼすの仲間でございます。ゴルフボールより少し大きいぐらいの柑橘類でございます。山口県オリジナルの柑橘、ゆず吉を使ったどら焼き。さて、いただきます。おいしい。柑橘のね、香りがすっごい濃いです。スライスして入ってるの？あの、甘露煮になってゆずジャムみたいな状態で。おいしい。三田村さん、晩ご飯のためにちょっと調整してるでしょ。私もりもり食べてちょっと後悔して。いや、俺もうちょっときついかもしれない。お腹いっぱいですチキン食べたしね。そぞろ歩きが楽しい長門湯本は夜もおすすめ。美しく色づき始めた紅葉と幻想的なライトアップに包まれながら、秋の夜長をゆっくりと楽しめます。さらに長門に来たならぜひ訪れたいのが、仙崎の海辺にある仙崎キッチン。日本海の海の幸や地元で採れた旬の野菜、果物を販売する観光客の台所。ここでしか食べられないグルメもあり、毎日多くのお客さんでにぎわいます。今宵のお宿は長門湯本でもちょっと珍しい温泉旅館へ。おお、あ、魚、魚、玉仙閣。こんにちは。いいですね。失礼します。失礼します。お邪魔します。どちらさんですか？お、陽気日さんね。なんで陽気日さん？いや、すぐ近くの日本海の 海岸のところにさ、はい、陽気日が、陽気日のお墓がありまして、流れ着いたというふうに言われてまして、はい、地元に伝わる陽気日伝説をテーマにした温泉旅館玉仙閣。リニューアルしたモダンな客室、そして館内にはこんな珍しいものも。まあ、こういった形でやっぱり陽気日にまつわるものをほとんどやってます。いっぱいある、はい。でまあ、一番特徴といいますか、はい、うちの父が心血を注いで、まあ、命を削って作ったお風呂がこちらです。笑っちゃいけないけど、すごい。絶世の美女陽気日がその美貌を育んだというお風呂。中国で発見された浴槽を忠実に再現したのが、温泉で癒されたあとはいよいよ夕食。あ、私つけさせてもらっていいですか？三田村大好物のフグのヒレ酒で乾杯。はい、いただきます。どうもどうも、いただきます。ヒレ伏したいぐらい美味しいね、これ。いただきました。いやいや、止まんないよ
ちょっと行こうかなと、はい、また口がさ、そう、もう一回入れろ入れろって言うのよね。この時期ならではでございます。テッサですか。失礼いたします。失礼いたします。もうフグが今からますます旬を迎えます。そうですね。初フグ食べます。大人旅歩き旅、秋の山口の旅。夕食は癒しの湯宿玉泉閣で。あ、この時期ならではでございます。フグ刺しをお持ちいたしました。テッサですか。失礼いたします。失礼いたします。もうフグが今からますます旬を迎えますので。そうですね。自家製のポン酢で長俊さんの柚子吉を使ったポン酢となっています。柚子吉。はい。今年初、あ、初、初フグやります。うん。ポン酢がとっても爽やかで、はい、美味しい。美味しい。とっても爽やか。フグも美味しいですね、やっぱ。美味しい。うん。名物のフグをはじめ、地元仙崎の港で揚がった仙崎イカなど。山口長門の3階の幸を贅沢に味わえるフルコース。さらに、でも失礼いたします、よろしいでしょうか。鳥が盛んな長門市の長州黒かしわという、それのつみれの鍋になります。うわ、すっごい香り、スープを。美味しいよ。美味しい、うん。塩加減もちょうど良くて。うん。これ美味しい。おじやじゃなくて、お出汁ぶっかけご飯にして食べても美味しいね。細いおうどん入れたいです。ああ。このお出汁美味しい。今日いろいろアイデアをいただきました。うん。黒かしわ。プリプリです。お魚のつみれのような感じがするぐらい。中がふわふわで、すっごい味が染みてる。はい。こちらは、はい、あんこうの唐揚げになります。あんこう。おお、フグじゃなくてあんこうになりましたか。はい、下関がやはり水揚げの日本一のエリアでもありまして、でこちらの桜の塩でですね。はい、これさ、塩もあれだけど、このポン酢もなんか合うかもしれないね。初の、はい、え、初ですか。はい、あまり初めてお聞きしました。あれ多分合うと思います。本に合う。なるほど、合いそう。うん、今度じゃあおすすめするようにしてみます。ぜひ塩のみならずポン酢でもぜひと、はい、塩でもいただいた。うん、あ、すいません、塩の勝ちです。あ、そうですか。でも新しい発見が、余計なこと言って塩がねえなって。すいません。あ、でもこのあんこうの肉質はまたすごいしっかりしてますね。プリプリ。あんこうはコラーゲンがありますので、女性は結構お好みになられる方。コラーゲンがコラっていうぐらいまとわりついて。また切れて、いやいや、ありがとうございます。嬉しいです。終わらないのに、ありがとうございます。スッと入ってました。本当にスッと馴染んだ。はい、馴染みました。ありがとうございます。どうでした、今日。今のかみさんとさ、はい、結婚してた前に、お、多分初デートぐらいでこっち方面に、ずっと来た道のりなの。思い出の、ちょっとそれをね、思い出しながらね。なんで今言うんですか。旅をしてました。ありがとう。ないわ、酒がないわ。ないし、もっと早く聞きたかったです。なんでいいよ、別にそんなの。なんかそう、あ、三田村さんここで手つないだんかなとか思ってた。忘れた。そんな昔のこと忘れた。